ようやくちょっと基礎が終わりそうですよ。僕の SBC がようやく開けるわ。おお、めっちゃ多いやん。何これ、めっちゃあんねんけど。ジャンレア？え、ジャンレアなん？え、こんなん激アツやん。それ深いけど。ギブミー5やるか、ちょっとじゃあ。ギミギミやるか。何これ。リーグちょうど5。同じリーグの選手最大4。同じクラブ選手最大4。最低6名レア。チームレート69。ケミポイント15以上。できた。いくか、じゃあ、この激アツプレミアムゴールド選手パック。開封の儀を取り行わさせていただきます。いきます。はい。あ、黒や。あ、もう、あ、なんかね、基礎さんのこれが美味しいらしいよ。あ、プレミアほんまや。同じリーグの選手最大3、同じ国籍最大3、選手5、国籍6以上。ん？これめっちゃ簡単やん。これケミストリーさ、いやほんまにこれさ、ケミストリーの基礎ってうまくいったもんで、あれですよね。SBC を解く上で、めちゃめちゃ大事なことが何か教えてくれるよな。それは、国籍とリーグを合わせるということ、その重要性をこのね、作品が変わって SBC の仕様も変わったこのタイミングで教えてくれてんだよね。うん、これが大事やでって、今作はって、そういうことなんですよね。レベルゴールド、はい。うん、おい、なんで契約カードで2枚。お、ちょうどブロンズやって、各選手がちょうど1ポイント。え、え、僕のやつだ、2ポイント以上になってる。これファーストイレブンですよ。あの、あれよ、こっちじゃないよ、こっちじゃなくて、ハイブリッドリーグのファーストイレブンよ。これ確かにいけそうやな。これいけそうちゃう？ちょうど5名レア必要。同じリーグ、同じ国籍を3人置くことで、選手を3人。この足踏み感がたまらんっていう意見ありますよね。あとね、ちょっとこれからね、日本チームのね、フットユナイテッドのキャプテン、あ、そう、スカットのね、日本チームのキャプテンは僕なんですけど、スカットのキャプテンを決めるんですよ、これ。これね、決めるんですよ。で、これを、ぜひね、投票参加していただいて、皆さんね、これ、1名に、このキャプテンになった選手当たりますんで、振るってご参加ください。はい。で、これ僕優勝したら、このね、スカットバトルに僕これ乗るから。これマジでちょっと、世界一にしてください、僕を。よろしくお願いします。ということで、見ます。注目の対戦？あ、負けまっちゃうか、これ。26！ 26！おぉ！ 1 枚も変えてへん！これやる人多いよ、多分。ポルトガルの選手持ってへんでも、多分。だから、これね、何が言いたいかっていうと、その1枚要求やけど、3枚要求と一緒よ。この7枚要求とかと一緒よ、これ。やってること。マジで。
これポジ編アイテムマジで思ってた10倍ぐらい必須アイテムやなこれね。そこにあった今ふざけんなマジで。ちょっとスモールプライムゴールドパック開けるかじゃあ。これゴールド6枚レア3枚やから、あ、レート8以上1名確定やって、結構いいんちゃうこれ。いくよ。はい、お、ウォークアウト2枚目、8,000コインや。アビーナいくらやろ、結構いいんちゃうこれ。6000と見た。6000やった。6000全然いい。あえて飛び込んだ価値はありましたね。確率で持たとたもんな。多分2000コインぐらい使ってんねんけど。多分勝ったカードばっか使ったから2000コインぐらい使ってんねんけど。これ5バックの。いやー、CM3 枚。センターバックも3枚。ちょっと、どうなってる？そのイングランドのセンターバック3枚は。あんま変わってへんな。ちょっと、ミリトンの値段見るわ。12,500で約5万。で、55,000で買えるマックスをちょっと探してみよう。マルケス？あ、カイトとか買えんの？いいけどな普通に。今5万で買えるマックス誰やろう。いやレンジっていうか単純に今値段が、あ、カンテかな。カンテもうちょい安いんちゃう。でもバルベルデが5万や。でもその次ミリトンなんや。あ、カンテか。マネとカンテ、確かにマネワンツ来るかもしれんもんね。今6,558プラス4万プラス6000プラス3000で5万7000ぐらいなんやな。でちょうどカンテが買えるぐらい。あ、円換区とか安いの。あ、そうな。あ、ジョタ。あー、ジョタええな。あ、金ペンで。いや、ジョタいいな、これ。前線が欲しいねんけどな。ハーランド買おうかな。初動が10万7000。マネあり、正直。マネはあり。